こんばんは、ジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今ですね、概要欄から LINE のお友達とメッセンジャーのお友達、そして無料のオンラインサロンのお友達を募集してます。ゲリラライブなんかもやろうかななんて思ってますので、ぜひぜひお友達になってください。チャンネル登録の方もお願いします。はい、では今日はですね、片思いの女性にモテる LINE のポイントというお話をさせていただきたいと思います。で、片思いのね、女性に LINE を送るときって本当に何を送ったらいいか分からなかったりとか、すごくね、こうどうしようって迷ったりとかすると思うんですよね。そして挙句の果てに一番送ってはいけない LINE を送ってしまったりとかね、それはどこかの話の場所で話してますので、見ていただきたいなと思うんですけど、女性に送って、片思いのね、女性に送ってモテるポイントっていうのは、それはですね、女性に役立つ情報っていうのを送ってあげるといいと思います。例えば、女性がその美容に興味のある子だったら、あ、そういえば何々ちゃん美容興味あるって言ってたねって、こういうものがいいらしいよって URL を貼り付けてあげるとか、その、じゃあ私とかだったら温泉が好きとか旅行が好きとか、そういうことを言ってたとしたら、何々ちゃんどこどこの温泉行ったことあるって言って、ここめちゃめちゃいいね、こんな場所あるって知ってたみたいな感じで URL を送ってあげるとか、その相手がもらって嬉しい情報を送ってあげる。そうすると相手の女性も自分が嬉しい情報をもらったら、やっぱりありがとうって返したくなるので、返信が来る確率も上がりますし、自分が好きなっていうことをまず覚えていてくれるっていうことも嬉しいんですよね。だいたい女性との会話って結構忘れてしまう男性が多いので、会話を覚えてくれてるってことがまず嬉しいですし、その覚えててくれたことに対してそれを調べてくれるってことが嬉しいんですよ。で、調べてくれるってことに対してまた情報をくれるっていうね、3つの喜びがあって、そういうことをやってくれる、私がいない間でも私のことを考えてくれて、私のために時間を使って、私のために調べて情報をくれるっていうあなたに対して女性は好意を持ちますので、ぜひね、女性が何を好きだったかっていうのをしっかり覚えていて、それに対する情報とかを送ってあげるといいと思います。はい、ではですね、後から出ますけれども、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE の友達とメッセンジャーのお友達、そして無料のオンラインサロンの友達を募集してます。ゲリラライブなんかもやろうかななんて思ってますので、ぜひぜひお友達になってください。メルマガ、LINE、メッセンジャー、オンラインサロン、そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。